どうもこんにちは、旬だよりメンバーのバンバンです。どうもこんにちは、旬だよりメンバーのすずです。今回はセレブリックスさんとのコラボ動画になります。はい、前回の動画で役員の今井さんに営業の魅力についてお話を伺ったと思うんですが、今回は現場の社員の方に実際に商談をしてもらって、その様子を僕たちが一緒に見ていこうかなというふうに思って本社にやってきてます。サマーインターンでも実際の社員さんになりきって営業を実践できるというワークをやってることなので、ぜひそちらのサマーインターンもチェックしてみてください。今回ロープレを実施いただくセレブリックスさんですが、セレブリックスさんではアカウントプランからクロージングまで独自の商談フローを敷かれています。今回はその中でも商談フローの要でもあるファクトファインディングというステップをセレブリックスの社員さんに実際に演じていただきます。今回のロールプレイングは、さまざまな形式の請求書を自動でデータ化できるサービスビリージーの担当者に向け、セレブリックスさんの営業パーソンが営業支援サービスを提案するというシチュエーションになっています。商談相手からは複数の事前情報が得られており、営業パーソンは営業体制と教育体制に課題がありそうという仮説を立てています。その仮説を検証し、提案につなげるための質問をどのように行っていくのでしょうか。画面の前の皆さんも表面的な質問だけでなく、課題の重要性や緊急性に気づいていただくような問いを投げかけ、顧客の理想と現実のギャップを埋めていくという営業手法を体験してみてください。石田様、本日は貴重なお時間をいただき誠にありがとうございます。改めまして、株式会社セレブリックスの近藤と申します。何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日は先日のお電話にてお伺いしたご状況をもとに、ビリージーを一気に世の中へ広めていく、そんなご提案ができればと考えております。とはいえ、まずは我々が何者なのかという点について簡単な自己紹介から始めさせていただきまして、続いて御社のご状況をお伺いさせていただいた上でですね、ご提案ができればと考えております。声がいいね。素敵だよ ね第一印象いいのってさ、これ見るとめっちゃ大事だなって思うよね。私の所属している株式会社セレブリックスは、一言で申しますと営業の総合支援会社でございます。あらゆる企業様の営業活動を多面的にサポートし、ビジネスを成功へ導くというコンセプトで事業を展開しているような会社になっております。事業の一例を挙げますと、クライアント様の代わりに営業を行う戦略的営業代行をはじめ、売り方であったり営業組織自体の改善を支援する営業コンサルティング、さらにはセールステックツールの導入サポートだったり、マーケティング支援といったサービスがございます。そこで今挙げさせていただきましたように、一重に営業といっても様々な角度から切り込むことができますので、御社の現状であったり今後どのようなことをやっていきたいかという展望をお伺いして、しっかりと事業内容を理解した上で最適なご提案ができればと考えております。ここからヒアリングのお時間を頂戴してもよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。今回お聞きしたいことのテーマが大きく2つございます。1つ目は御社と石田様のミッションやビジョンについてで、2つ目営業の現状についてお伺いしたく存じております。まずは御社の事業についてお伺いしたいのですが、御社の事業は DX 事業、アセットマネジメント事業、ブロックチェーン事業の3つの柱で構成されているという認識でお間違いないでしょうか。はい、間違いないです。ありがとうございます。ちなみに特に主力とされている事業は DX 事業でお間違いないでしょうか。そうですね、 DX 事業のうち SaaS 事業、特にビリージーが中核になっています。ありがとうございます。では続いて本社のビジョンについてもお伺いしたいのですが、本社は主力サービスであるビリージーを通じてどのような世界観を目指していらっしゃいますでしょうか。例えばサービスを通じて実現したい御社のポジションであったり、社会への影響の仕方といったようなイメージになります。そうですね、目指したい方向性としては SaaS とフィンテックを融合したサービス展開をしていって、企業間取引のマーケットの中での影響力を高めていきたいとは考えています。ビリージーのような SaaS プロダクトを起点として、アセットやセキュリティといった周辺分野でまず厚みを持たせていって、より深い市場のニーズを満たしていく、そんな事業の発展が実現できるといいなというふうに思ってます。ありがとうございます。現在は請求書受け取りサービスであるビリージーを通じて、ゆくゆくはフィンテックツールなどと融合させながら経理部門をはじめとする
より多くのニーズに応えられるサービスに育てていくということでしょうか。はい、そういったイメージを持っています。今から向こう 4,5 年ほどはこの事業に注力をして、その中で顧客接点を増やしていきたいなと考えています。サービス提案のためのヒアリングなのに、うん、まずビジョンから聞くんだ ね。そこ意外なんです。意外だよね、うん、ありがとうございます。次に石田様ご自身についてお伺いしたいのですが、石田様のミッションはどういったものになりますでしょうか。事業の売上目標の達成です。ありがとうございます。他にはございますでしょうか。サブミッションとしてはアライアンスの強化であったり、メンバーの育成であったり、いわゆるパートナー開拓と組織作りのところですね。企業のミッションじゃなくて顧客のミッション聞くんだね。珍しいよ ね。次見どころだね。どうなってくるんだろう。ねでは売上目標というお話が上がりましたので、ビリーズイの営業についてお聞きできればと思います。先ほど 4,5 年ほどでビリーズイに注力されると伺いましたが、具体的にはいつまでどれほどの売上を作るという計画などはございますでしょうか。5年間で25億円の規模まで成長させたいと考えております。サービスをリリースして今ちょうど1年なので、今からで言うと4年後には年間で25億円という意味になります。現状の進捗という面ではどのようなご状況になりますでしょうか。現状は今累計で5000社の顧客獲得を計画していて、今年は200社まで増やすという目標を掲げています。その200社の目標に対して現状までの実績などいかがでしょうか。現段階での進捗は悪くないです。来期以降はより多くの顧客を獲得しなければいけませんが、これまでのところは想定より良かったと感じています。うまく いっちゃってるね。だいぶ順調だよ ね。売上ちゃんと立っちゃってるよね。ね、現時点ではうまくいっているというご状況なんですね。最終的には5年後に売上を25億円、導入企業数でいうと5000社という規模まで拡大させるとお伺いしましたが、来期またその先の具体的な目標などございますでしょうか。来期でいうと600社前後、その次の期は来期にもよりますが1100社ほどの新規の獲得が必要だと私は見込んでいます。新規サービスであるということを考えると、攻めすぎた数字ではないかなとは思ってます。販路としてもアライアンスの強化によって拡大させていく前提になります。ありがとうございます。市場の拡大や販売チャンネルの開拓を加味して略算で目標設計をされているということですね。ちなみに先ほど伺った順調な部分、ビリーズイのマーケティングの部分ですが、サービスのターゲットなどは明確に決めておられますでしょうか。請求書に関連する法改正なども追い風となって、マーケティングの反響で充実している状況ですので、正直に言うとここだっていうターゲットが明確に今決まっているという状況ではないです。ありがとうございます。リード獲得の状況を見ながら今後を決めていくといったフェーズにあるということですね。そうですね、その部分の波が落ち着いてしまった時のことを考えると少し心配ではあるんですけれども、今時点でインバウンドで入ってくるリードの数は十分にあるっていう状況です。ありがとうございます。5年後までの道のりを考えますと、ターゲティングも実施しないかなという懸念はあるものの、現時点ではリードの獲得はできているということなんですね。そうですね。今ターゲットについてお聞きしましたが、ビリーズイをすでに導入しているユーザー様に目を向けると、例えば企業規模などに何らかの傾向など見られますでしょうか。いわゆるスタートアップベンチャーさんの利用が多いですかね。業界で言えば毎月の取引件数がかさむような小売業さんなんですとか、取引者数が常に100社以上の企業さんなんかは導入しやすいかなと思ってます。ありがとうございます。ここまで目標だったり実績についてお伺いしましたが、最後に営業の体制についてもお聞きできればと思います。弊社のインサイドセールスがお電話でお話しさせていただいた際に、営業部門についてインサイドセールスとフィールドセールスの大きく2部門に分かれているとお伺いしました。各その部門ごとに何名ずついらっしゃるような形なんでしょうか。それぞれ5名ずつです。部門またいで兼務されている方もいらっしゃると伺っておりますが、どなたが兼務されているのでしょうか。フィールドセールスのうち1名がインサイドセールスと兼任、他2名が他部署と兼任をしています。
このあたり詳細お伺いしたく、それぞれのインサイドセールス、フィールドセールスの目標はどのように設定されてますでしょうか。まずフィールドセールスチームはトータルで月15件の受注獲得、新規顧客の獲得件数ですね。インサイドセールスも同様にチーム合計で月120件の商談獲得を目標としています。ありがとうございます。今期ここまでのインサイドセールスチームは120件月間目標に対して、はい、実績はどれほどなのでしょうか。それが毎月150件程度は獲得できています。 FS の目標15件に対してはいかがでしょうか。こちらも平均して17件は受注ができています。現状の体制で達成を続けているとのことでしたが、一方でお電話の際にちらっと人員が足りていないっていう風にこぼしていらっしゃったと聞いております。具体的にどの部門で人が足りないと感じておられますでしょうか。正直なところ今は来るものに対応するっていうところに気を取られてしまっていて、最適な体制などが定まっているわけではないんですよね。そうですね。兼任されている方もいらっしゃるというお話でしたが、営業の方の教育だったり育成などはどなたが担当されているような形でしょうか。主には各部門にいるリーダーが担当をしています。ただリーダーたちも自身の営業目標を持っているのであんまり手は回ってないかもしれないです。ありがとうございます。そうすると例えば営業トークの改善だったり、そういった改善の PDCA というところもあまり本当的には回せていない可能性もありそうでしょうか。可能性は十分あるだろうなと思ってます、うん、ありがとうございます。石田様の中で理想の営業体制みたいなものはありますでしょうか。人数などはまだ正直わからないんですけれども、まず兼任などは解消してそれぞれの部門に専任のリーダーをつけてマネジメントを一貫してできる体制が理想だと思ってます。個人的にはインサイドセールスとフィールドセールス間での相互的なフィードバックなんかがもっと主体的に起こってもいいのかなと思っていて、そういった部分が促進されるような体制はぜひ作っていきたいと思ってますね。ありがとうございます。ちなみに来期以降今期よりも高い目標を追っていかれる構想の中でリソースを拡充していくために営業職の採用なども進められているのかなと考えているんですけども、採用のご状況というのはいかがでしょうか。ぼちぼち取るには取れているんですけれども、想定よりは難航しているっていうのが現状です。それは応募が来ないというよりは、例えば法人営業経験があって即戦力となりうる人材が欲しいのになかなかそういった条件に合った人材からは応募が来ないというようなことなんでしょうか。はい、まさにそうですね。ご状況につきましてもとても鮮明になりました。ここまでいただいたお話を整理させていただきたいのですが、前提といたしましては御社がビリンズィを事業成長の軸として捉えられていて、実際には法改正だったりマーケットの拡大というところの可能性を鑑みた上で4年後までに年間25億円規模の売上を創出する、そういったサービスにすることを目標とされていらっしゃって、その目標を達成するためにまず今年1年間で200社の新規顧客獲得が目標となっている。さらに来期以降は年 200% ほどの成長率で顧客数を伸ばしていくということを必達として動いていかれるということは間違いございませんでしょうか。はい、間違いないです。ありがとうございます。その目標を達成するためには目標が上がるのと比例してさらに必要になるリード獲得部分の強化というところと、その獲得した大量のリードを今と同水準以上のクオリティで対応できるような強い営業組織が必要になると考えられますが、こちらの認識について間違っている点などございますでしょうか。いえ、ないです。そのリード獲得の強化と強い営業組織づくりを実行するために超えるべきハードル、つまり解消すべき課題が2点あるかなと思っております。1つ目は組織づくりを推進するためのリソースを確保するところ、2つ目にマーケティング施策であったりチャンネルの拡大に必須であるターゲットのセグメント特定、こういったところになるかなと思っています。リソースの確保に関しましては組織間連携を強化し、営業手法を常にブラッシュアップできる自立した組織は必須であるが、現状の人員では組織づくりに手が回せておらず猫の手も借りたいようなご状況
でしかし育成にもコースを避けていないということから、即戦力となる人材に絞って採用を行っているため、なかなか人を増やせていないと伺いました。これは言い換えると育成のサイクル、つまり御社の営業としての模範の方があり、比較的採用がしやすいような営業未経験者でも独力で習得し戦力になることができれば組織づくりに手が回せるということです。また2つ目としましても、現段階では順調なリード獲得におかれまして、仮に法改正の影響に陰りが見え始めているなど、バブルが崩壊する可能性には懸念があり、また第2の矢であるチャンネルの強化にしても代理店だったり提携先によって販路の強みは様々です。そのためビリーズリーとの親和性の高いターゲットセグメントの選定、つまり業界であったり企業属性などのターゲティングが行われていなければ、年々倍になっていく目標達成に必要なリード数を計算することは難しくなるというようなリスクがあると考えられます。以上2点につきまして認識の相違などございますでしょうか？いえ、ないです。ありがとうございます。であれば営業の型作りに関してはトップセールスの営業手法だったり営業のトークを型にして平準化を図り、御社専用の営業の教科書を作る、弊社のセールスデザインというサービスがこういう部分にマッチしているのかなと思いますので、また2点目に関しましてはビリーズリーの市場調査を目的としてアウトバウンド型のテストセールスを弊社の営業対抗部隊が実施させていただき、ターゲットを特定するのがいいかと考えております。こちら2点に関しまして次回の商談時に詳細なご提案をさせていただきたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。本日はお時間いただき誠にありがとうございました。商談お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうだったすーちゃん、感想は？私見ててすごいなって思ったところが、なんか営業みたいな感じじゃなくて課題を解決してくれる救世主、スーパーヒーローに。いや、ほんとヒーローだよね。言い過ぎじゃない。いや、言い過ぎじゃないと思う。言い過ぎじゃないですか。いや、大丈夫です。嬉しいです。自然な感じで、受けてて全く嫌な感じがしなくて気持ちいい営業だなって思いました。ほんとそうだよね、ちなみに電話商談の段階で事前に情報っていうのをたくさん聞いていたかなというふうに思ったんですが、今回の商談でさらにこう企業さんのことを知ろうっていうところで質問されたのはどういう経緯があったんですかね？セレブリックスでいうと2つ質問のパターンがあって、事前にお電話でお伺いした内容はヒアリングの方で、で今回商談で実施したのはファクトファインディングって呼ばれる質問の仕方なんですね。何かというとヒアリングの方はお客様の要望にフォーカスすることによって、顕在化している情報を確認するための質問、こういったところになるんですけども、ファクトファインディング何かというと潜在的な課題というところを見つけ出すために深掘って質問をしていく、事前にこんな情報を伺っていたんですけど本当はこうなんじゃないかなっていうところの真実をお客様と僕とで一緒に見つけていく、こういったところが今回やったのがファクトファインディングになります。例えるなら、最近太ってきたからランニング始めたんだよねって、友達に言われた時にどんな質問をするかちょっと考えてほしいんですけど、ファクトファインディングの場合っていうのは裏側とか背景をより想像する質問をするんですよ。太ってきた原因って何だろうっていうのを想像して、最近食べる量変わったとか、寝る時間遅くなってない、そういう質問から、実は最近ストレスから食べる量が増えてきてしまっている、そういう事実が仮に分かったとすると、運動習慣を見直すんじゃなくって生活習慣とか食習慣を見直した方がより痩せるんじゃないのっていうような、相手もまだ気づいていないような課題とか悩みを見つけてそこに合意を取ることでクリティカルな提案をするっていうのがファクトファインディングになります。最初のイメージだと営業っていうのはただ売るっていう職種かなというふうに思っていたんですけれども、最後までお客様のことを考えてお客様のビジョンに合わせてご提案するっていうところに、なんかセレブリックスさんの良さっていうのを感じました。今日見ていただいたファクトファインディングをする営業があると思うんですけど、それを実際に実践できて、さらにフィードバックまでもらえるというサマーインターンをね、実施するということなので、概要欄からぜひ興味持った方は申し込んでいただければなと思います。次回の動画ではその実際にインターンに参加している方の密着動画も撮影するので、ぜひそちらも見てみてください。本日はありがとうございました。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 